はい、どうもビールジェンド上谷です。今回ご紹介いたしますのはこちらビールジェンドヘンプシートでございます。はい、ということで、実はねビールジェンドのヘンプシードってもう以前から販売してるんですけれども、これ結構ね女子には人気なんだけど男子にあんまり人気ないんだよね。なんかこういうねスーパーフードって言われるものっていうのはなんか我々、まあおっさんに限らずなんですけど男性陣あんまり響かないとこがあるのかなと思いますが、まあ女性には非常に人気でございます。でこれねまあヘンプシードってまあ何かというと朝飲みね、朝飲みからできてるもので、でまあ主にねオイルが取れると、あ消えちゃったここだね、はい、オイルが取れるということでね、重宝いただくものなんですけれども、まあ非常にこうミネラルなんかも豊富ですし、食物繊維当然ね朝なので、食物繊維も豊富ですしね、で結構そのミネラルの中でも、まあ、鉄とか銅とか亜鉛とかね、まあ、マグネシウムとか、あそういったものも入ってるので、だからこうトレーニングする人にとってもね男性ホルモンでねこう筋肥大目指したりとかそういった部分でもこの非常に優秀なオイルミネラルが入っておりますので、まあ、もちろんビーレジェンドマルチビタミン&ミネラルを飲むというのも手なんですけれども、やはりこうね食事的にね撮ってもらうのもいいと思うし、で僕のね動画過去に撮った動画がここをクリックしてもらったらちょっと分かるようにしておくんですけれども、概要欄にも URL 載せとけばいいか。前動画何やったかな、あれだヨーグルトとかに混ぜて飲んで食べて美味しかったとかね、なんかそういうのやってたんですけど、いろんな食べ方あります。サラダにかけてみたりね、あるいはヨーグルトと一緒に、ヨーグルトと一緒に食べたのがすごく美味しかった。あれぜひおすすめですね。でこのね口当たりが結構ね微妙にいいんですよ。なんていうのかな、硬すぎず、硬かったらカリカリってなるんだけど、ちょっとこうシャオまでいかない、まあで形はなんかもうこれ写真見たら分かるようになんかゴマみたいな感じなんでそんな大きなものじゃないんですけど、なんかこう歯応えもあるしね、なかなかいいと思います。でタンパク質量も結構多いんですよ。だいたい1食 10g にしてるんですけれども、10g でだいたい 2.88g で、脂質はやっぱりねメインで入ってるんで 4.35 で、炭水化物 1.73 なんですけどね、必須アミノ酸9種類全部入ってます。そして、脂肪酸のバランスが非常に良くてですね、オメガ3が入ってるでしょ、で、リノレン酸が入ってるでしょ、アルファリノレン酸、リノレン酸が入ってるでしょ、そしてオメガ6が入ってるでしょ、で、リノール酸とオレイン酸が入ってるけれども、逆にまあダメだって言われてるトランス脂肪酸なんかはゼロ、コレステロールも入ってません。あ、ここで書いてあるね、ヘンプシードは必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸、オメガ6脂肪酸がバランスよく含まれるほか、タンパク質や鉄、食物繊維なども含まれるスーパーフードですって書いてある。そうさっき言った通りだね。はい、ということでまあなんかねミネラルも入ってますし、なんだっけ、オイルも良質なものが入ってるので、ぜひですね皆さん食べていただければいいんじゃないかなと思います。なんかねバランスのいい食事、まあ、特に女性なんかはね特にこうやっぱり脂質ある程度取った方がいいと思うの で食物繊維も入ってるしね、いいんじゃないかなと思います。はい、ということでぜひですね皆さんこの機会にビールジェンドヘンプシード食べていただければと思います。おすすめします。これなかなか美味しいしね、いいです。はい、ということで皆さんよかったら試してみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、グッドボタンぜひこちらの方ねクリックしていただければと思います。お願いいたします。はい、ということで、今日はこれにて終了、またお会いしましょう。さよなら。